今日の関東地方は雨の降りやすい天気が続きます。気温が上がらずひんやりとした体感の一日となりそうです。でまず気温のグラフをご覧ください。こちら東京の都心なんですけれども、現在の気温 14.7 度となっております。でこの後の予想、これが黄色い線なんですけれども、雨が降ってくることで同じぐらいかむしろ気温は下がる見込みでして、気温の方はですね、そうですね、大体12月上旬並みの日中の気温で経過する見込みです。そしてその雨の予想をご覧いただきましょう。こちら関東エリアなんですけれども、南に行くほど雨が降りやすい見込みです。南側の低気圧や前線の影響でして、隙間はあるので止んでる時間もありそうなんですけども、降ったり止んだりを繰り返すということになりそうです。また北寄りの風が沿岸部を中心にやや強く吹くということも予想されます。で天気のアイコンと気温まとめてご覧ください。こちら、各地雨の降りやすい1日です。で最高気温の方はだいたい15度前後といったところが多いんですけれども、東京の気温この後むしろ同じぐらいか下がっていく見込みです。風がより体感を落とすということにもなりそうですので、今日は各地暖かくしてお過ごしいただきたいと思います。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。